尻の筋肉 と内ももの、筋肉を使うワイドスクワットを行っていきます。足の幅は肩幅より少し広めに、つま先をだいたい30度ぐらい向けます。で、膝を、いっぱいいっぱい開いていきたいので、膝は45度向けていきましょう。で、手は胸の前で、お尻を後ろに少しプリッと出しながら下に腰を落とします。この時膝が内側に入ってこないようにしっかり開いた状態で、立ち上がる時にお尻をぎゅーっと力を入れて、エクボがお尻にできるようなイメージで立ち上がります。膝は外向けたまましゃがん でここからお尻へぐーっと力入れながら上がってみましょう。しゃがんで立つ、膝はしっかり外、親指が少し浮いてもいいので膝はしっかり外に開いたままやっていきます。